声優生チャンネルの時間です。若水です。西です。西森です。さあ本日は西森正樹さんにお越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。北高と城東大学西ですから、はいはい、ビーバーパイスクール5作目で、はい、ね、もう紙吹雪のシーンで柴田と西が応援に入り、実は矢内さんとも喧嘩する。まあビーバップの話は今日はねたっぷりと盛り上げていきたいと思ったんですが、先ほど打ち合わせしたらなんと西森さんはめちゃめちゃ特撮とか昔のヒーローもんが好きだと、はいはい、アニメとか好きです。皆さんこの顔でアニメですよ。いやお互い様です。あ、そうです。そうなんですよね。西さんも好きですもんね。大好きですよ。もう、ね、だからまあ、うん、巨匠と仕事もさせてもらってますが、うんうんうん、その中でも鬼滅の刃、はい、ドハマりですね。好き、大好きです。ちょっと好きになった経緯を。最初だからその鬼滅のブームが始まってるのはなんとなくはこう巷から聞こえてきてて、まあ、ちょっと僕性格曲がってるんであんまりこう流行り物に乗りたくないな、同じ同じ、ね、ふうにこんな感じで遠目で見てたんですけど、まあ、あのうちの兄貴分 の小沢和義さんの、小沢さんの弟さんですね。そうです。の、あのアイコンがその煉獄さんになって、これは何だと思って、何なんだろうなと思ったら、ちょうどアニメもあったんだって、じゃあアニメから見てみるかと思って見ました。ドハマりです。もうドハマりですよ。もうドハマりですよ。昔ストーリーが分かりやすいんですよね。分かりやすいし、そのでもアニメーションの背景すごくないですか。まあかなりのグレード高いですよね、テレビ版にしては。今もうあの CG みたいな感じで、うん、すごい立体的ですよね。そうなんですよね。一番のハマった理由っていうのは昭和の漫画っぽいなって。あ、そう、その通りですね。昭和って理不尽が多くて、なぜ死ななきゃいけないんだとか、そこでなんかこういろいろ悲しみを覚えるみたいな。鬼滅の中にはちゃんとあって、生きてほしい人が死んでしまうっていう現実、うん、めちゃめちゃ語ってますね。ほんまや。ビーバップの話より語ってますね。好きなんです。日本人はやっぱり滅びの美学なんですよ。そうなんです。ヤマトも沈んだから名官みたいに言われるし、うんうん、あのフランダースというのがやっぱり日本ですごく受けてるのはそれ滅びの美学なんですよ。ですよね、はい、そうなん。私はフランダースの負で泣けますもん。ね、ね、あんなに不尽なアニメないじゃないですか。何したのネロはって。教会の訪れる観光客で、うん、ルーベンスの絵の絵はがき買うのは日本人だけらしいです。本当ですか。それはもうフランダースのアニメの影響で、うん、一番昭和の中で理不尽なアニメはフランダースのですかね。例えばそこにこう共通する部分っていうのが鬼滅にはあって。なるほど。実は西森さんがね、なんとアニメ涙もろいということで昭和ってお話を聞きました、はい、あの男の子、はい、といえばもう絶対外せないのが仮面ライダーとウルトラマン、はい、これも当然なんですけど、はい、ちなみにウルトラマンはどこから入られたんですか。僕の世代は多分あの帰ってきたウルトラマンからなんですけど、まあ、自分の中でこう復活を遂げたのが平成のウルトラマンティガです。ティガなんですよ。みんな、音楽もいいんですよ。あれオープニングもエンディングも最高なんですよ。何もかも感動してますね。いや本当に。ウルトラマンってそれまでは一体だったじゃないですか。はいはい。スリータイプにチェンジするっていうのがすごいですよね。子供たちに受けてましたね。うん、なるほど。はい。本当に。だってあれを仮面ライダーは結局パクったんですからね。まあそういうことですね。フォームフォームはね。ですよね。フォームはやっぱウルトラマンが先でしたからね。仮面ライダーといえば、まあ西森さんだったら V3 ぐらいですか。いやいや一発目から見てます。はい。なんと1号、はい、本郷武史、はい、いや藤岡弘さんは愛媛県松山市出身なんですよ。愛媛県なんですね。はい。でも未だに熱い方ですよね。そうですね。ヒーローズを崩さないってすごいなと思いますけど、まがいもんのベルトを持ってたという。そうなんです。あれはなぜか分かんないんですけど、写真でもうそれこそ本当モノクロなんですよ。でライダーのお面をかぶってる。
でみんなね変身ベルトとこんなんで、はいはい、一応風車がついてるやつじゃないですか。なぜか僕のはこう四角いんです。このぐらいだからあの風車がついてないんですよ。風車ついてないんですよ、ね、そうなんです。こういうやつ仮面ライダー、はい、1号、うん、2号といえば、うん、仮面ライダーカードですよね、はい、当時は、はい、昭和の子供が、まあ、子供から大人までですけど、ね、仮面ライダースナック、うん、世のちょっと事件にもなった、うん、お菓子を捨てるというカードだけ、はいはい、集められましたか。集めましたね。ラッキーカードは、ラッキーカードはだから僕の中でのラッキーカードはショッカーライダーです。こう、その黄色いマフラーをつけてるショッカーライダーのやつが手に入った時が一番嬉しかった。なかなか出ないやつ。話もね盛り上がるんですよ。ショッカーライダーの時は、ショッカーライダーの時はいいですよね。雲男は本当ね雲が大嫌いで、でもね本当にうちの田舎って鹿児島なんですけど、名前はなんかあるらしいんですけど、このぐらいの家雲がいるんですよ。ああ、います、タランチュラですわ。ちゃいますね。違いますか。違います、ね、なんでもううちの田舎でやってこって言うんですけど、やってこ、はい、大嫌いなものほど自分に寄ってくるので、お、でそれをもうちっちゃい時から思ってるのに第1話が雲男です。なる、さらにでも怖いものほど見たいみたいな、うん、はい、伝統として仮面ライダーは第1話雲男が多いんですよね。多いですね。クーガーなんかもそうやったけど、はい、で第2話が大コウモリなんですよ、うん、そうですよね、はい、だから英語に置き換えると、うん、第1話はスパイダーマン、スパイダーマン、第2話はバットマン、バットマン、それに打ち勝つ仮面ライダーっていうのはやっぱり強いぞっていう、ちょっとはハリウッドがアメリカ意識してるんだよな。そういうことだ、うん、なるほど、意識してないでしょうけど、あ、それは僕は全然気づかなかった。なんかね、クモ男って言ったらしょぼいんですけど、うん、スパイダーマンって言ったらかっこいいんですよね。小森男はかっこ悪いけど、バットマンって言ったらかっこいいんですよね。シマの前って大したことないけど、ゼブラーマンってかっこいいじゃん。ゼブラーマン賞賛です。うん、そうですよね、はい、僕だってタイガーマスクでもグレートゼブラが好きだった、ね、そう、うん、横持ちって確かにかっこいいですね。何か先ほどちらっと聞いたら、うん、マカロニほうれん草が好きだったという。好きでしたね金藤さん、金藤日曜大好きですね。カボカバツバメさんですよね、はい、みんなこのりょうちゃんも好きだって言ってたんですよ。言ってましたね、うん、内容なんか覚えちゃいないんですよ。いや内容はないですよそう、内容なんかないんですよ内容なんか何もないよ、ないんですよ、うん、ないよ変な漫画多かったですよね。トイレット博士とかね。トイレット博士はマタンキダンとか、ね、トリーカズヤさんってなんかあの先生が出てきてマタンキバッチとか、スナミ先生で、イチロータとかメタクソバッチ、メタクソバッチ MK っていうやつですね。あれ欲しかったんですよ、バッチ、はいはいはい、ちょっと有名な漫画ですよね。そうです。ダメ親父とか、はい、なんかほら時代の、うん、漫画じゃないですか。そうなんですよね。ダメなことを漫画にする時代でしたよ。あれダメ親父って悲惨なんですよ、はい、そうなんです。ずっと家族でいじめられてしかも大好物はエビフライの尻尾なんですか。でもね、日本の伝統芸で、ね、はい、ああいうギャグ漫画でもたまにね、うん、ほろっと泣かすような話を混ぜてくるんですよ。そこがうまいんですよ。砂田先生の戦時中の思い出とかね。すいません、今日漫画の話になってて、もうね、いいでしょ。いや、いいです、いいです、楽しい。好きですもんね。大好き。漫画もアニメも全部好き、うん、しかも先ほど言われたレインボーマンになりたかった。レインボーマン好きでしたね。まさかインドで修行されてましたしたかったっすね、はい、ねでもしたかったですよね。大した修行じゃなかったですよね。そうなんですよ。駆け上がってみろとか。そうなんですよ。できそうだったですよね。そう、これでレインボーマンになれるんだなと思いますよ ね、うん、小学生の男の子は1回か2回は修行してますから。どこかで座禅組みましたね。だね、夏のね、プールの時間にシャワーで、うん、修行しますよね。必ずシャワーで修行してると。やったー、やりました。やったでしょ。やりました。俳優業っていう形で、はい、もう三十数年間西森さん頑張っておられます、はい。ナンバーワンで好きだった俳優さん、はい、まあ、先輩になると思いますが、はい、ちょっと教えていただけますか。尾形健さんです。はい、いいですよ。いろんないですね、うん。その中でも復讐するは我にある。詳しいですよね。絵の傷ですよね、はい、犯人、はい、実話なんです。なんか実話で監督が 4、5人。そうですね、今村翔平さんが一応メイン監督なんですけれども、父親に対する復讐劇でしかないんですが、うん、まあ、その回りくどさと
でもその尾形さん演じる犯人像のこう最初の入りからめちゃくちゃこう世間話を豪快に喋るわけですよね。そっからガッと入ってってどんどん徐々に徐々にこうねいろんな方を手にかけていって父親をこう追い詰めていくっていうさね、ただの中でもやっぱりこう人間の本性的な部分がものすごく表に出る作品ですよ。すごい怖い犯人だなと思ったのは、専売公社の集金員を金槌で殴り殺して帰りがけに柿の実を取って食いながら自分のおしっこで手を洗うんですよ、口を。その平然さがめっちゃ恐ろしかったんですよ。殺人鬼なのかと思わせるところもありつつ、でも手の震えながら刺していくっていうこの描写、やっぱこういうことは怖いんだっていう怖さも感じるんだって、やっぱ人間なんだと思った時、彼まで気が小さいから先に殺しちゃおうと思っちゃうんですよ、で、危機迫るもんがあるんですよ。すごいんですよ、あれは。あの尾形さんはすごいです。怖い、怖いんですよ、実話って先ほど言われましたね。実はですね、実際にあった事件ですね。トンネルであの運転手、トラックの運転手を刺し殺すんですけど、そのトンネルも実在してて、そこはスーパーオカルトスポットになってるみたいですよ。現、やっぱりちょっとそういう狂気じめた、そういう役者さんに憧れてるそうなんですかね、やっぱ若干狂気性持ってる俳優さんは好きですかね。まあ難しいですよね、狂った役っていうのは実際は、実際だって狂ってたら役者になれないんですから、私のイメージでちょっと狂った役に近いと松田優作さんの、最後ブラックレインとかでも やばくないですか、あれは、あの目とか、あれはやばいですということに通じてきて、松田優作さんといえば探偵物語が好き、探偵物語大好きですね。もう何回も見てますけど、もう横から全てパーフェクトじゃないですか。あのライターの火を大きくしました。そしてここ焼いてますね焼きました、ね、焼きましたあれね、あの火見ないでこうやってやるんですよ。あ、そう、そしたらやっぱ髪の毛燃えちゃうんですよチリチリと、あの異様なかっこよさ、長い手足で、でも時代早すぎましたね。そうですね、あの時代では早すぎましたね。だから新たなハードボイルドっていう形で優作さんがやりたかったことなんでしょうけど、いやでもいつ見ても飽きないですね。いきなりオープニングもバッチリ決めてるのに、こうカメラ引くとパンツ一丁だとかねあの時はやっぱ先生しないんですよね。あんな人がああいうことするんだっていうところのギャップっていうか、大体のその俳優さんの憧れの人じゃないですか、であれをやっぱ持ち上げる人、もうそれこそ傷だらけの天使なのか探偵物語なのかって二分するぐらいのものなんですけど、最後も壮絶じゃないですか。そうなんですよ、暴行犯というのを隠して撮影して、ちゃんと撮り終わってから命全うするってかっこいいなと思いますよね。かっこいいですね、役者としては。いや、もうだからほら慣れる存在でもないし、もうお会いすることも僕はなかったんですけど、もうスクリーンの中で本当に映画スターっていう方で言ったら、僕の世代はやっぱ松田優作さんになっちゃうなって、俳優っていう中で、ビーバップアイスクールでデビューされて、今も頑張っておられて、これからも俳優、もしかして、松田優作さんみたいな、尾形健さんみたいな役者を本当は目指しておられるかもしれません。いやいやいや、おこがましい狂気じめた、まあ、あの雰囲気はあの矢内からありましたから本当ですかあの時は狂気じですか、もう狂気じてます。あら、ぜひ、まあ、見てる人に夢を与えるね、作品に出ていただきたいと思っております、本日はご出演どうもありがとうございました。ありがとうございました。